まーす、会長。ニュースでやってたけど、突然変異でクールな人は猫化するらしくって。倒れてる会長に何かないの？え、いつも通りすぎて。もう疲れてんの？え、何もしてないのに。挨拶運動したんだよ、先生に。それは運動じゃなくて普通にやっててくれよ。うるせえうるせえ。お、マジ副会長おはよう。俺らいつも挨拶から始まるな。めたいのやめなさいって。あれよ、あと先輩は？ほんまや、おらへん。あれ？珍しい、お腹壊したんかな。家なくなっちゃったから。なわけないでしょ。あれかな、お恋の病的な。え、そんな俺変なこと言った？鏡え、なんじゃこりゃー。かっこつけたからだよ。かっこよかったってこと？ あれなくなった。クール判定的にアウトだったんだよ。ちくしょう。ほならば、こんな感じでどうでしょう。おー、僕もこの後僕と夜の街に行きませんか？あねー、あとパイセン来ないね。お、俺このまま教室行くから。今日はそんな寂しいこと言わないでさ、お菓子もあるよ。大丈夫だから。ほらほら、あと先輩みんな待ってたんだよ。くんくん、同族の匂いがするぜ。猫って嗅覚良かったっけ？おえー、は、あと先輩も猫になっちゃったってこと？ギク。違う。今ギクって。違う。そういえばいつもパーカーなんか着てこないのに。確かに。いつもは服すら着てこんのにな。着てるよ。判定困らさないで。猫耳な先輩見てみたい。やだ。およよ。やだってことは？ほぼ確定ってことだな。よし、カメラセットしたぞ。校内のファンクラブに高値で売りさばいてやるぞ。おい。プリちゃんも猫化してるし。いや、結局猫化してない方が多かったら意味ないんじゃ。研究。判定を出させて猫化しよう大会。おお。青いやつ何歳なんだ。言うても俺も一度生えてるからな。愛してるぜ。告白された。クールといえば愛の告白。愛してる。ほらケチャ好きだ。もっと心を込めて。愛してる。愛してる。なまってるぞ。よし、あいつらは放置しておいて一緒にいいよ。おお。やったー。先輩喜んでる。クールのためにかっこよく喋らせば。俺も違うって言ってるじゃんか。愛してる。うわえ、ドカーン。あれー、あ、よかった、先にプリちゃんが。クールは避ける。プリちゃん、あ、なくなっちゃった。来い。あとー、 あとありがい。探さないでくれ。ケチャ取れ、逃がすな。あはー、くしゃくしゃ。いいね、撮影会始まっちゃってた。あ、猫館買いに行かなきゃ。猫アットのこと買う気じゃん。ダメダメ。